はい、来ましたね。地方戦、サメさんとアクエリアさんの試合となります。まずパーティーはサメさんがガルーラ、クレセリア、モロバレル、ヒードラン、レイジューランドロス、そしてケシンボルトロス、こちらがサメさんの6匹となります。対するアクエリアさんですが、パーティーはガルーラ、ドーブル、ニョロトノ、ブルンゲル、モロバレル、シュバルゴ、こちらがアクエリアさんの6匹となります。これはお互いにガルーラがメガ進化するようなパーティーですね。そうですね、お互いガルーラでありながら対照的なパーティー、はい、と言ってもいいと思います。サメさんの方はいわゆる高種族地で固めたスタンダードな、そうですね、もう先日行われたワールドチャンピオンシップス2015で優勝したパーティーと同じ6体なるほどだと思います。はい、対するアクエリアさんは、今年の日本代表決定大会のベスト8に入ったパーティーと同じ6体というところで、そうですね、はい、そういったそのある意味強さが証明された6体対6体という、パッと見は同じ6体ですが、まあ、中身がどこまでアレンジされているのか、特にサメさんのパーティーはかなり融通の効く6体なので、はいはい、クレセリアもどのような方なのかというのは、そうですね、なかなか予想が難しいですからね。早くても遅くてもいけるパーティーなので、まあ、そのあたりちょっと読むのが難しいかなというところかと思いますが、お互いのこの予想される戦術というのはどのような形になりますかね。うん、まあ、サメさんは今言ったように難しいんですけど、アクエリアさんはちょっとトリックルームを絡めてきそうなようには見受けられますというところで、はい、ビクトリアリーグ乱世対抗戦、時報のアクエリア VS サメの対戦が行われます。お願いします。繰り出されたのはガルーラとレジューランドロス、そしてモロバレルとブルンゲル。ガルーラ、レイジューランドロスと繰り出しているのがサメさん、モロバレル、ブルンゲイと繰り出しているのがアクエリアさんとなります。レイジューランドロスの威嚇が発動して、モロバレル、ブルンゲルの攻撃が1段階下がった状態です。さあモロバレル、ブルンゲルと繰り出しているのがアクエリアさんですが、もうこれはモロ、失礼しました、ブルンゲル素早さ操作技を使ってくるような、そうですね、タイプですかね。まあ、もしくはその意識を逆手にとって潮吹きを通すかという、なるほど、どちらにとってみてもちょっとアクエリアさんがやりやすい対面には見えますね。またこの対面で繰り出されているモロバレルがガルーラ、レジランドロス、サメさんのポケモンに対して結構圧力がかかってそう。そうですね、物理ポケモンに対してはめっぽう強いポケモンなので、かなり動きやすいように見えますね、ブルンゲル、モロバレルともに。とはいえサメさんとしてもこのモロバレル、ブルンゲルの先発というのはある程度予想はできていた先発ですかね。ですね、はい、かなりメジャーな先発というか想像しやすい先発ではあるので、もしかしたらこのガルーラ、ランドロスの並びで突破する術を持っているのかもしれません。どのように初手が動いてくるのか気になるところですが、かなり慎重に悩まれてますね。アクエリアさん側としてはサメさん側のポケモンのタイプどのような型になっているのかというのをある程度予想しながら初手の戦術をしていきます。まずはガルーラがメガ進化せずにモロバレルへ猫魂ゴツゴツメットでダメージが入ります。そしてはたき落とすがブルンゲルへ、さあいいダメージ入りましたね。防塵ゴーグルをはたき落としてモロバレルはひるんで動けずトリックルーム。やはりブルンゲルが素早さ操作技を使ってきましたね。そうですね、安定というかきっちりとトリックルームを決めて、さあここからアクエリアさんがどのように展開していくのか。ガルーラがメガ進化しなかったのはモロバレルのゴツゴツメット警戒というところでしょうか。そうですね、まあ、主にそこがポイントになってくるかと思う。あとは、ブルンゲルに対する打点を確保しているという狙いももしかしたらあるのかもしれませんが、特性が肝っ玉であるならばメガ進化しない場合、ね、はい、ブルンゲルを殴れると、まあ、ガルーラの特性がこの段階では何を選択されているのかは分かりませんが、
ともかくこのターンはアクエリアさんが先に動けそうです。モロバレルのキノコの奉仕がちょっと怖いところですが、サメさんがそれをどうかわしていくのか。そうですね、このまま交代しないとなるとちょっとキノコの奉仕の被弾は避けられそうにないので、まあ、うまく交代等を駆使してトリックルームをしのいでいきたいところです。その間にブルンゲルがどのような行動をしてくるのかというのも重要なポイントになりそうですかね。そうですね、回復をするのか、状態変化技を打ってくるのか、あるいは交代をしてくるのか。ブルンゲルは塩を吹きますというニックネームですので、まあ、範囲攻撃の塩吹きを持っているか、そうですね、何とも言えないところではありますが、体力はかなり減ってしまっ、おっと動きました。まずはブルンゲルが一度引っ込みます。繰り出されたのはこれはシバルゴ、そしてサメさんもまずガルーラを引っ込みました。出てくるのはモロバレル。さあレイジューランドロスも続けて引っ込んで繰り出されるのがこれはヒードラン。そしてキノコの胞子がモロバレル方向へ飛んでいたので効果はなし。さあこれはかなりごつい並びになりましたね。そうですね、うまくモロバレル交代を読んでシバルゴを展開していきましたが、それすらも読んでヒードランを展開、お互いに相手の効果を読んで、はい、胞子をモロバレルに打ってしまったことによって、まあ、ヒードランの持ち物がゴーグルかどうかがまだわからないという。仮にヒードランが防塵ゴーグルを持っているとかなりモロバレル、シバルゴともに圧力がかかりそうな状態ですかね。ただまあシバルゴに関してはモロバルに対しては滅法強く、そして、はい、まあ、技ドリルライナーを持っていた場合はヒードランを処理する手段もあるので。なるほど、まあ、対面としては依然としてアクエリアさん有利かなというふうには思いますね。サメさんとしてはヒードランもなかなか迂闊には動かせなさそうな、そうですね、ですかね、まあ、シュカーにしてもゴーグルにしても動かしにくいので。シュバルゴが特性がモロバレルの粉攻撃を防げるものだとすると、ちょっとサメさんとしてはモロバレルが腐ってしまっている状況ですね。そうですね、お互いに対してどちらに対しても打点がないというか、キノコの方針を打つことができない。そしておっと動きました。まずはそのサメさんがモロバレルを引っ込みました。繰り出されるのはレイジューランドロス。威嚇をこれはシュバルゴにかける狙いでしょうか。そしてヒードランは一度守ります。サメさんは守ると交換でしのいでいく。さあメガホーン、シバルゴのメガホーンがモロバレル方向に飛んで、これはランドルスが今一つで受けて、キノコの胞子がヒドランに飛びますが守りました。さあ被害はかなり小さく抑えたターンですかね、サメさん。そうですね、意外というかキノコの胞子だけをヒドランに打って防塵ゴーグルではないという読みがあるんでしょうかね。シュカ、すみません、シュカ、そうですね、防塵ゴーグルか、失礼しました。ヒードラに対してはキノコの胞子で止められるという狙いがあったターンに見受けられますので、はい、まあ、防塵ゴーグルを持ってない前提での行動ですかね。ですね、はい。シュバルゴはもろばれる方向にメガホーンを打ってましたね。そうですね、交代してくるにしても負荷をかけたかったのだと思います。さあそこをサメさんはきっちりと読んだのか、レイジーランドロスで威嚇をかけながら効果今一つでメガホンを受けています。これでお互い、4匹ずつ割れてはいないですね。アクエリアさんが最後の1匹のみまだ出てない状況でしょうか。そうですね、おそらくメガポケモンだとは思いますが、となるとガルーラ動いていきます。はい、まずは、ヒードランが引っ込んでモロバレルが繰り出されました。そしてはたき落とす、シュバルゴはヒードラン方向にはたき落とすを打って、これはゴツゴツメットでダメージを受ける。さあキノコの胞子はモロバレルなので効果はなしで、レイジーランドロスもはたき落とすをシュバルゴへ、お盆の実をはたき落としました。このターンかなりうまいですね。トリックルーム化でありながらきっちりとアドバンテージを取っていきました。サメさんがかなりアクエリアさんの攻めをいなしているような状況ですね。そうですね、はい、トリックルームもあと残りわずかなので、このまましのいでいけるのか。アクエリアさんのキノコの胞子に対してきっちりとモロバレルを
サメさんは合わせていますね。このかなり上手だと思います。ポケモンが上手です。このコールはお上手ですと、はいはい、おやつさんからお褒めの言葉が入りましたが、いやサメさんはありがとうございますと余裕ですねいやでも本当に上手だと思いますけど、このターントリックルーム長いターンをこうきっちりしのいでますからね。そうですね、かなりトリックルーム苦しそうな状況かと思われましたが、はい、気がつけばもう残りわずか。アクエリアさんとしてはトリックルームを張るターンにブルンゲルを消耗していて、まあ、シュバルゴも体力が徐々に減ってきているので、そうですね、2回目のトリックルームはちょっと難しいかなという。さあ動きます。まずはシュバルゴが引っ込みました。繰り出されるのがこれはガルーラですかね。アクエリアさんの最後のポケモンガルーラ、そしてサメさんはモロバレルを引っ込みました。繰り出されるのはこれはヒードラン、そしてキノコの胞子はこれはランドロス方向、今度は通ります。さあランドロスは眠りますが、ここで眠りのターンを一旦消費していきます。そしてここでトリックルームが切れる。さあ最後の一体が大方の予想通りガルーラというところで、はい、アクエリアさんはでも特徴的ですね。かなりポケモンのすべての名前に技を教えてくれてるので、なるほど、かなりいい人なんじゃないでしょうか。まあ果たしてこの表示されてる技が本当なのかどうか、えちょっとまだ分かりませんが。あ、そうなんですか。少なくともグローパンチ、ギガドレイン、そして潮吹きはまだ見ていないですね。あなるほど。シマルゴは何でしたっけ。ファスガーです。ファスガー、ああ、なるほど。それも見ていない。なるほど。まだ4つの技すべて出ていない状況です、ね。いい人かと思いきや嫌なやつの可能性も。あのそうですね。格ゲーですねこれちょっと。まあ嫌なやつというか、あの試合巧者というか。なるほどなるほど。対戦以外のところでも心理戦を仕掛けてきているのかどうか。そうですね。まあちょっとここからでは測りかねますが、ともかくトリックルームは切れましたので、ここのガルーラが果たしてヒードランより速いのかどうかというのはちょっと重要そうなポイントですかね。そうですね、トリックルームパーティーのガルーラなので遅い可能性もありますし、まあ、十分速い可能性もあるので。そしてサメさんは今回クレセリアを選出していませんが、ヒードランが速い方なのか、それともトリックルームクレセリアとともに遅い方なのか、その辺もちょっと難しいところですが、まずはランドロスを一度引っ込みます。繰り出されるのはモロバレル、モロバレルヒードランの並びを作っていましたね。そしてガルーラメガ進化。さあ本当にグローパンチが飛んでくるのかどうか注目していきましょう。まずはヒードランが守ります。きっちりと安定行動を続けて、失礼しました、モロバレルも守ります。アクエリアさんモロバレルを守らせて恩返しが、これはヒードラン方向に、これは守りましたね。そしてさあこれで返しが守られて、アタッカーとモロバレルの並びをお互い作った形でしょうか。そうですね、並びとしてはそういう並びになりますが、一転してサメさんがかなり有利な対面を作ることが成功しています。そうですね、ヒードランは炎技、特に範囲攻撃の熱風を持っている可能性が非常に高いポケモンですから。そうですね、弱点の格闘技もモロバレルですることができるので、グローパンチあるいは他の格闘技をガルーラが所持していてもかなりヒードランは動きやすい状況ですね。そうですね、残るポケモンは4対4のまま。レイジューランドロス、サメさんのレイジューランドロスは眠りのターンを一旦消費していますが、盤面としてはサメさんがやや有利な状況と言えるのではないでしょうか。まずは動きます。怒りの粉、サメさんのモノバレルが自身に攻撃を引きつけます。そしてヒードランは身代わり、さあかなり安定な行動でしょうか。そうですね、しっかりと。さあガルーラ恩返しをモロバレルに2回当てます。さあゴツゴツメットは先ほど畑を落とされているので通りませんが、キノコの胞子は身代わりで防がれました。そうですね、熱風でモロバレルが落ちるかは極めて怪しい状況だったので、しっかりと身代わりを張って、はい、キノコの胞子を回避していっています。アクエリアさんとしては熱風であればモロバレルは一度耐えるであろうと、そこを見越しての
ヒルラン方向へキノコの奉仕だったのかもしれませんが、そこをサメさんは考慮した立ち回りをしてきましたね。かなりサメさん有利です。そうですね、まあ、しかしモノバレルが削ることに成功したので、はい、うまくガルーラを使って逆転をしていきたい、まあ、そんな状況のようには思いますね。お互いにアタッカーがどのような行動を取ってくるのか悩ましい状況です。いや、時報戦もかなり白熱してますね。そうですね、一進一退と言いますか、いい勝負がここも続いてます。そうですね、もう13分経ちましたが、残りまだ お互い4体ですからね。そうですね、かなりトリックルームを使用してはいますが、かなりスローペースで試合が進んでいます。とはいえそろそろ動きそうか。さあ、続けてサメさんのモノバレルは怒りの粉、攻撃を引きつけてヒドラは熱風。さあ、外れることなく2体に当たり、モノバレルはわずかに残して耐えましたね。ガリューラは恩返しをモノバレルへ。ここでサメさんのモロバレルが倒れます。残るポケモンはこれで3対4となりました。ヒードランはキノコの星を打っていますが、これは身狩りのヒードランなので失敗しております。さあ、今のターンを考えてサメさんは次の繰り出すポケモンを悩んでいます。そうですね、数的には不利になりましたが、モロバレルきっちり仕事しての退場なので問題ないと言っていいでしょう、はい。そして繰り出されたのはガルーラ。おそらくこのガルーラもメガ進化するのでしょうか。アクエリアさんのモロバレもかなり体力消耗してしまったので、サメさんの攻撃ヒードランとガルーラの猛攻をさばききれるかどうかはちょっと苦しそうなところ。依然としてサメさんが有利な盤面と言えますかね。そうですね、かなりもう熱風を当てさえすればという状況のようには見受けられますね。アクエリアさんとしては交換をしていきます。まずはガルーラが引っ込みます。アクエリアさんはガルーラを引っ込めて繰り出してきたのはシュバルゴ。そしてサメさんは祈りながらガルーラをメガ進化。さあ、何に祈っているのか。おそらくは熱風を当ててくれという願いでしょうか。さあ、アクエリアさんはモロバレルを守らせます。そして祈りは届くか、猫魂はガルーラ方向へ。繰り出されたシュバルゴをわずかに削ってヒードランは熱風をモロバレルは守ってきっちりとシュバルゴへ。サメさんも安堵の表情。ここでシュバルゴが倒れました。残るポケモン3対3、ガルーラとヒードランと展開しているのがサメさん、そしてモロバレルの横にアクエリアさんは何を繰り出してくるのでしょうか。今のアクエリアさんの行動としてはどのような意図が、猫魂が飛んでくることはほぼもう確定していたので、はい、シュバルゴを捨てることによってその猫魂の縛りを解除し、まあ、ある程度動きやすい状況を作りたかった。なるほど、というふうに見受けられますね。ということはここからガルーラを再び繰り出して攻めに転ずるのか。そうですね、かなりブルンゲルはもう HP 的に厳しいの で、 で、ね、さあ繰り出せました。ガルーラが大方の予想通りこのガルーラをうまく使って状況を突破していきたい。かなりアクエリアさんとしてはダメージを稼げるポケモンが限られてきてしまっていますね。そうですね、もうほぼガルーラ1体に限られてしまっているので。そして身代わりを張っているヒードランが非常にアクエリアさんとしては重そうです。苦しいですね。仮にアクエリアさんのガルーラが格闘技がグローパンチだとすると身代わりのヒードランもかなり突破が厳しそうですが、まずはサメさんがガルーラを引っ込めました。繰り出してくるのは眠り状態のレイジーランドロス。これは威嚇をかける意図でしょうか。そうですね、もう寝ているので かける時にかけちゃえっていう。そしてモロバレルは怒りの粉。次に動くのは熱風。さあきっちりと当てて、これも外すことなく当たる。モロバレルは倒れてガルーラもかなりいいダメージ入りましたね。残り体力が3割ちょっとでしょうか。ガルーラはケタグリを
飛騨の方向へ、なんとグローパンチじゃん、身代わりを破壊してないですね。さあヒドラにもう一発、効果は抜群ですが子供の桁繰りなので余裕を持って耐えています。さあグローパンチは放たれませんでしたね。そうですね、かなりいいやつかと思ったんですがどうやら見込み違いだったようですねそうですね、まあ、先日の一環であったのでしょうか、最後のポケモンブルンゲルがクリアされて残るポケモンはこれで3対2となります。さあちょっとこれでも分からなくなったといえば分からなくなったでしょうか。サメさんはヒードランと眠り状態のランドロス、このランドロスが起きてくれるのかどうかというのは結構重要そうですかね。そうですね、ちょっと苦しい状況かと思いましたが、トリックルームはもう一回張るチャンスもありそうですし、さあまずはランドロスが眠って動けず、ヒードランは第一の力、これはブルングル削り切ることができるか、これは倒れました。さあトリックルームを防いでグロパンマンの桁切りがヒードランに襲いかかる。ヒードランは倒れます。残るポケモンはこれで2対1となりました。これが彼なりのグローパンチなんでしょうね。なるほど、そういう見方もできるかもしれません。さあそして最後のポケモンガルーラが再び繰り出されました。いや残るポケモン2対1、難しい場面でした。不意打ちを打つか桁繰りを打つかという、まあ、それを見越して身代わりを打つか大地の力を打つかという場面だったと思うんですけれども。なるほど、ブルンゲルはトリクルームを選択していたんですかね。ですかね、おそらく身代わり読みの桁繰りを打ってその隙にというところだったと思いますけども。なるほど、サメさんのガルーラの猫魂が入ります。赤ゲージなんとか耐えますが、ランドルスはこのターンは眠っています。アクエリアさんのガルーラ動くことができず、素早さで上を取っているのはサメさんでしょうか。とどめの一撃となるか、不意打ちがガルーラの不意打ちがガルーへ飛びます。さあ決着つきました。さあ対抗戦面白くなってまいりました。次鋒戦制したのはサメさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。これでアルファリーグオメガリーグともに1勝1敗となりました。かなり面白くなってきましたね。いやそうですね、今のゲーム内容も面白かったですし、はい、そのビクトリアリーグ乱世の模様もかなり面白くなってきたという、まさに乱世模様といったところでしょうか。そうですね、乱れてきましたね、さあ続けて中堅のガッ